地表部辰巳用水は、石川県金沢市を流れる約1 1トルの用水路。三大加が藩主、前田敏純の命により、1632年に板や氷酒廊が完成させたと言われている。1631年に発生した金沢大火が建設の契機になったとされており、金沢城の防衛、防火のための用水を導水する目的で掘削された。途中、 長距離のトンネルがある南高寺であったが、工事開始から一年足らずで完成に至った。疎水百戦の一つ。一部が国の史跡に指定されている。西川上流の金沢市上辰見より取水し、約4キロメートルの導水トンネルを経て、小立の大地に出た後、県独園の園内の極水となる。かつては導水管を用いて外堀をくぐらせ、 金沢城内に水を供給し、さらに市内に排水していた。金沢城は堀に囲まれていたが、板や氷滴楼は水の高低差を利用して、金沢城内に水を吹き出させた。これは、取水地が金沢城より高い位置にあることを利用した逆イフォンと呼ばれたであった。辰見用水の石管当初は木管が用いられていたが、後に石管に変えられた。 石館は市内の石川県立歴史博物館の中庭等で保存されている。建設当初は西川上流の基地に取水口が設けられていたが、1837年、1855年に取水口の付け替え工事が行われ、さらに上流側へと取水口が移動された。原取水口を含む区間は、辰見ダム計画により水没する可能性があったが、 ダム計画変更により、取水口は損置することとなった。1950年代頃から地表部に生活排水の流入が目立ち始め、県独園の極水にも悪影響が出始めたため、地表部分の大半には並行して県独園専用のバイパスが埋設された。石管には富山県都並市で産出した金谷石が使用され、 富山県十二川屋用水の第一分水である竜の口用水で使われた技術が利用されている。2010年2月に、辰巳用水の延長約 11km うち、上流部及び中流部の約 8.7km が、江戸時代の土木技術を知る上で貴重であるとして、国の史跡に指定されている。ありがとうございます。